パーフェクト釧路大会男子決勝戦も行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはじめに阿部雄太郎プロ。対しますは篠原克也プロ。ツースローの練習の後決勝戦を行います。ゲームフォーマットは501クリケット501 501クリケット501クリケットクリケットチョイスの3セット中2セット先取りとなります。それではパーフェクト釧路大会決勝戦スタートです。
Thank you.
それでは、パーフェクト釧路大会優勝は阿部雄太郎プロです。ありがとうございます。おめでとう。初ツアー初優勝、ついに初優勝です。昼間今年中にしたいって言ってたら帰ってきました。なんとか有言実行できて、とにかく今の一言をお願いします。今はそうですね、もう優勝したらいろいろ言いたいこととか考えてたんですけど、もう全部ぶっ飛ぶぐらいの衝撃が今出たって。まあまあ優勝する、まあ篠原プロも初優勝だったし、まあ阿部プロも初優勝だったから、やっぱりその初優勝のやっぱり苦しみっていうのはね、削ってる時はいいんだけど、やっぱ上がりとか優勝が近づいてくると、やっぱりそれはもう本人しかわからないからね。意識しないようにはなかったんですけど、どうしても折り折りでこうこの辺にちらついてきて、まあそれはもう絶対にやっぱり逃げられないところだったんですね。まあそれは今日昼間も言ってましたけど、まあもう心の弱さを技術でもう爆発力でカバーするって言ってましたけど、なかなかやっぱ簡単には上がらせてくれなかったですな。やっぱ途中津村プロの試合もそうだったし、やっぱそういうところでちょっと自分で手とかも震え出したりとかして、その中でもなんとかなんとかつないでつないでって、まあそうやってちょっとワンチャンとかつなぎながら頑張る。でもね、津村プロの試合最後にやっぱりね、よくね、やっぱあそこまでも追い詰められていくと、相手はすごいランキング1位だし、やっぱりそこの心の弱さが出ちゃうところだけど、最後はやっぱりこう自分に勝ったよね。ね、あの試合はやっぱり素晴らしいなと思います。ありがとうございます。でもこれでまたなんかこう自分の中でこう気持ちが、まあこれでこうまあ自分のこういろいろ見直して、こうやっぱりこう自分のこう反省するべきところとか、ああ自分がいいところっていうのを見直せて、またこれで1枚一つ階段上がれたんじゃないですかね。そうですね。やっぱなんか目標とかある中で、ようやく一つのプロセスが今クリアできたんで、次に向かってまた、ね、はい、次にようやく取り組めるなって感じ。まあ本当、とにかくもう入れてる時爆発力がすごいわけだからその要は自分がこう上がりが近づいてきたりとか優勝が近づいてきた時に、まず今の集中力を出せれば、もうこれからどんどんなんか勝てそうな気がするけれど、ね、優勝でも、しっかり勝っていきたいなと思います。あのやっぱりね、プロスポーツでは2勝目が難しいって言われてるんで、そんなジンクスをもう吹き飛ばして年内、年内そうですね、2勝目出して、まあ、もっともっとあると思うんで、はい、あと4つありますから、はい、なんかもう疲れきっちゃってなんか顔がなんかもう疲れきっちゃうけど、もっと喜べばいいんじゃないの。もう顔疲れきちゃう、大丈夫。まあ、疲れと喜びとなんかいろいろで今まだ追いついてないです自分にもうじゃあもうね、でもまああのこうなんか人間らしいすごいいい試合でした。決勝、準決勝、決勝はこうすごい入れるところもあったりとか、もうちょっとプレッシャーがかかった、あこれプレッシャーかかってるんだなってみんなが分かるような局面でプレッシャーがかかったりとか、こうすごい人間らしいいい試合だったと思います。地元じゃね、妖怪とか化け物とかちょっと人間アピールしてる人間らしいよねでそれを乗り越えて今日優勝したってことは、やっぱり素晴らしいことだったと思います。まあ、最後今日ずっときっとあの東北の人たちは一生懸命応援してくれてたし、多分きっとある会社の K さんも一生懸命あの応援してくれてたと思うので、はい、あのぜひ、はい、皆さんにお礼を言ってください。この時間まで応援してくださった方々、皆さんありがとうございます。どうもありがとうございます。優勝しました。優勝しました。あと東北の皆さん、お待たせしました。勝ちました。もうありがとうございます。お待たせしました、はい、あと K さんいつもお世話になってますK さんって誰誰誰だ誰だ、まあ、K さんね、 K さん本当ありがとう。優勝しました。はい、ようやくやりました。はい、ケツ戦いながら頑張りました。はい、まあじゃあ次の、まあそのあの今コメントと次へのこの自分の意気込みを最後アピールして終わりにしましょう。はい、もうまだ年内試合もあるんで、2勝目がすぐ挙げられるように、まあ、今日は喜んで明日からまた精進します。素晴らしい、その通りでございます。頑張ってね、はい、本当に、はい、まあ釧路大会優勝、阿部プロの優勝インタビューでした。ありがとうございました。次回は、来週11月4日、もう来週ですね、来週というか今週っていうのかな、11月4日土曜日、横浜パシフィコにてパーフェクトの横浜大会を行います、はい、PT300 ですので、もう2連覇目指して、はい、今日の貴重な経験を生かして頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは、釧路大会は長い間どうも釧路大会をご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。見事阿部雄太郎プロの優勝で幕を閉じました。それでは皆さん
ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。